リアルプリンセスは日本の女性小説家6人によるアンソロジー短編小説集。アスタ2016年2月号から2017年1月号に連載され、2017年1月にポプラ社より刊行過失、修正を経て2019年4月にポプラ文庫より文庫化された。古今東西の数あるプリンセスストーリーの中から、 作家自身が選んだ童話6作品を題材に、舞台を現代に置き換え、現代に生きる女性の物語として描く。収録2編を原作として、テレビドラマ化され、NHK 総合にて2020年8月21日、および8月28日に放送された。テラチ・ハルナ、ナベカブリア・スカイ・センサ、歩く12人の女、島本リオ、ラプンツェルの思い出、加藤知恵。 正直な彼女、藤岡洋子、あの人は海を捨てた大山純子、夢の後、リアルプリンセスは NHK 総合で2020年8月21日と8月28日の2週連続で、金曜22時45分から23時15分に放送されたテレビドラマ、全2回、大山純子、夢の後と、島本里夫。 ラプンツェルの思い出の収録2編を原作に、広末良子と青岩かなによる朗読を中心に切り絵、アニメーション、実写、CG など多様な映像を融合して、現代を生きる女性たち、リアルプリンセスの物語を朗読とアニメーションの組み合わせによる新たな手法により描いた朗読ドラマ。42分版の総集編が、 NHK 総合で2020年9月8日の23時45分から翌9月9日の0時27分に放送予定。童話、眠り姫とラプンツェルをそれぞれ作家の大山淳子と島本里夫が現代に生きる女性たちに置き換えて仕立て直した物語が朗読とアニメーションを組み合わせた新しい手法を用いて生まれ変わる。第1回、眠り姫を作家 大山純子がバリバリに働くキャリアウーマンが真実の愛に気づく物語として仕立て直した夢の後の朗読を広末良子第2回ラプンツェルを作家島本リ央が女子高生が少女から大人へと成長する物語として仕立て直したラプンツェルの思い出の朗読を青井若菜が担当するアニメーション制作スタッフ第1回 第2回ウスやすなりうしたまゆみおかもというかあずまあけみ、ありがとうございます。